わこのこの高さで怖いとか言ってたのが懐かしいな。お待ちしていました。おお、どうした、4層行ってきたよ。あなたがベルチェロ孤児院の方です、ね、ベルチェロ孤児院の方ですよ。おお、よく来たな。おお、俺4層行ったよ、ハボさん。実は俺の方からお前を推薦しておいたんだ。何の黒笛か、ん、何の推薦かって白笛か。黒笛だ。マジで黒笛じゃん。昇格の推薦だよ。早くない？最近炭掘組合の方針で若手の炭掘家を育成しようということになりました。若手すぎない？子供だよ。それで黒笛ハボルグさんに推薦していただいたのです。でもぶっちゃけね、4層まで行ったら炭掘組合が指定した依頼をこなしていただく。出たー、というのが条件です。いつものやつ、ね、深海4層最深部、最深部まで行って帰還すんの結構ハードル高いっすね。お前を見ているとな、昔のライザさんやトーカを思い出すんだ。なんならライザさん以上でしょこれ。あの二人がお前ぐらいの年齢だった頃と今のお前の雰囲気がよく似ていてな。雰囲気は似てるけど実績は上ですよ。だからきっとこの依頼だってこなせるに違いない。最深部に行って帰還すんでしょ頑張れ。いやこれ結構大変っすよ。超しっかり準備しないといけないもん。だって今あれだからね、第4層までワープできないからね。いらっしゃい。第2層から3層行って4層行かなきゃいけないから。またまたちょうどいいところに。おい、またお使いされるよこれ。ちょっとお願いがあるんだけどいいかしら。手紙とか言うなよ。手紙ならもうすぐそこにいるからね。ありがとう、ハボさん。この3種類の香辛料をシーカーキャンプまで届けてほしいのよ。シーカーキャンプならまだいいか。速達でって言われてるんだけど、どこも手がいっぱいで受けてくれるところがなくて困っていたの。ごめん、オースの町いるから速達無理だわラフィーの特製手料理、特製手料理でさ満足すると思ってんだから。助かったわ。それじゃあよろしくね。次期黒笛候補ぞ。あー懐かしい。次郎さん、四層で会いましたね。違う、三層だった。発生した。あ、神戸写しが深海4層で確認されたの。誰ですかそれ。すでに討伐隊が向かったが状況は芳しくない。いやそれ俺には無理だよ。応援のためうちの院からも討伐隊を出す。いや俺しかいないじゃんお前が討伐隊のリーダーとなって至急現地に向かって。神戸写しってそもそも誰だよ。いやだってね、机俺しかいないでしょ多分おめえよ、ごめんな。この間のタンク違い。まだ双璧の滝に片身探しに行ってねえわ。ごめんね、ちょっとあれだわ、4層行く前に行くわ。ドロテアめっちゃ久しぶり。まだ赤笛なの？俺月笛だよ今。私最近ようやく深度400メートル近くまで潜らせてもらえるようになったの。いやそうだ、なんだすごいね。あなたとは比べ物にならないけど私も成長してるんだから。あ、謙遜してるから。伝説の同期に負けないようにね。ごめんごめん、ドロテア。また一緒に冒険しような。ちょっとごめん、笑った俺が悪かったわ。大謝罪だわ。おいシギお前ら、お前らどうよ。月笛やぞ俺。ようやく大ゴンドラ組での炭窟にも慣れてきたよ。おう、赤笛だなお前。もうすぐ俺も青笛になれるんじゃないかなおっせえな。僕も最近600メートル級の上昇負荷に慣れてきたんだ。おこっち1万4000メートルだぞ。炭窟家としての限界はまだ来てなかったみたいだね。炭窟家としての限界ってよくナットと組んで炭窟してるんだよ。そうなんだ。え、なんかどうした、なんかミッションか。ねえ、ちょっとしたお願いがあるんだ。なんだ、このつけ笛様に何か用か。今この原生生物に刺されてるんだ。もしこの原生生物に出会ったらアビスのどこにいたか教えてくれない？ミカナ。いや知ってますけど。いや知ってる知ってる刺さり原種知ってるよ。ありがとう、頼んだよ。おめえ自分で行けよ、青笛になって。あれ刺さりって倒さなかったっけ。刺さり原種、あこれでしょ、あの図鑑にありますよ、刺さり原種深海2層。ちょっとお前ら青笛になって自分で行きなさいよ。え？ダサ。
もうびっくりするぐらいダサいじゃん。これは。いやさ、ズボンもなんかさ漏らしたみたいになってるしさ、頭もダサい。これはないな。防御高くてもいくらなんでもこれはまだ肩上着だけならまだマシかもしれないな。あー絶妙にミスマッチ感、コスプレションみたいになってるけど、なんか違うよな。ダッセー、なんかダッセー、ダサい、何してもダサくなる。ちょっとね、異物の服ってやつがあったからこれ作ってみたいんだけど、これね、料理前にやってた料理人の服、これか。この料理人の服をねまずやんなきゃいけないんだよ。これを素材にしなきゃいけないっていう結構な鬼畜仕様なんだけど、しなやかな鱗を多分20枚ぐらい集めなきゃいけないっていうね。これはダラダラやって いつかこの異物の服着たいんだけど、いやー今代用品としてね、あの防御力の高い骨にしたんだけど、ちょっとさすがにちょっと耐えられないぐらいのダサさだったから、あれはダメだな。うん、やっぱこれだな。高評価はめっちゃ低いけど、やっぱね、一流のタンク使ってのは、おしゃれを欠かさないんですよ。いくらね、いくら防御力が高いとはいえ、おしゃれをね、ちょっと、やらないようでは、これもタンク使うとは言えないですよ。よし、これでいこう。この脱水防止は、もう奥底にしまっておこう。おい、刺さりを倒したぞ、多分。お願いした原生生物に出会ったの？出会ったっつか、なんか忘れてた間にいつの間にか倒してたって感じだけど。あの原生生物ってこんなところにいたのか。あ、もうすぐ2層だから自分たち行きなさいよ。お礼にこれを受け取って。はい、どれ？ロープ、発煙筒、まあまあまあマシかな。ナットには内緒だよ。あ、なんで？なんで？なんでナットには内緒なの？なぜ？おっす。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うんうん。この調査報告書はよくできていますね。あれかな、2層のこれなら依頼者の方も納得してくれるはずですよ。秘境というか未踏域か。それでは報酬を受け取ってからお帰りください。はい。これだけか。どうやらあいつにとっては簡単だったかもしれねえな。まあ多少ね。随分とあの子のことを気にかけていらっしゃいますね。大人気なんだけど。まあな。おしゃれタンク使ですからね。あいつはなんというか雰囲気があるのよ。凄みがある。そう、いつかとんでもねえとこまで行っちまいそうな雰囲気がよ。いやだってあの年で月笛ですからね、十分とんでもないですよ。なんかまたベルチェロ孤児院に出てきてんだけど、お前飯だろ。なった君、はいはい、シギの部屋。お前また一人にさ、自分がいけねえからって、ね、この異物手に入れたことがあるかな。持ってるわ、いっぱい持ってるよ。ちょっと実際にこの異物を見てみたいんだよね。一層にあるわ。もしこの異物を手に入れたら僕にも見せてくれない？なんなんだこいつは。ロープ発煙とは。これあれか、永久に出続けんのかな、シギーのやつ。まあいいや、双璧の谷行って、もう散々放置してた遺品を回収してあげるか。遺品ではないけど。どっから行くのが早いんだろうな。あんま行かないからね、双璧の滝とか。あれ？ここ、ここそう、あれ？あいつあれじゃん。この4層にいたやつじゃん。あれ、遺品ですらないしさ。なんで協力してやろうか。そいつやばいやつだよ多分。殺されそうになってる。どじっちまったか。どじっちまったかじゃなくてさ、ほらリコに教えてもらった笛技術よ。あ、急に。でもお前の電撃今水ないから効果半減ですよ。危ない。
おい、え、もう負けそうじゃない、お前弱っ。あー、はい、放電してる。ああ、助かったよ。オクタビオ。神戸写しの野郎を軽く退治するつもりだったが。神戸写しってこれのことだったか。いや、参った。肝心なところでヘマしちまった。いつもはちゃんと倒せてんのかな。お前はベルチェロ個人に所属してる探掘家なのか。あ、そうだよ。今脱災服着てるけどね。そうか。あの院には優秀な奴が多いな。いや、俺だけ俺だけ。確かあそこの指導者はジルオって言ったはずだ。そいつの教育がいいんだろう。いや、俺の飲み込みが早い。お前はこれから孤児院に報告に行くのか。まあ、だったら俺も応援を出してもらった礼を言いに行くよ。頼むぜ。すごい礼を期待しますよ。ちょっと戻らないで。俺まだ双璧の谷行ってないんだって。強制送還。違うよ、俺は遺品を回収しに。神戸写しを退治できたようだな。超かったです。やった、報酬金がまあまあ美味しいね。あんだけで。あんたらが応援を出してくれたおかげでなんとか命拾いしたよ。いや、ちょろかったよ。そうか、だがこういうのはお互い様だ。俺に感謝せよ。それにしてもあんたらなかなか腕の立つ探掘家を育てているみたいだな。いや、それほどでもね。こいつとなら一緒に組んでみたいぜ。いや、俺はいいや。だそうだ。どうする、盾として使えそうだ。え、よし、よろしく頼む。え、どういうこと。俺の手が必要ならいつでも声をかけてくれ。え、なんかフォロワーみたいな感じなのかな。お前、俺の手が声かけてるよ。そういうわけでもないのかな。ごめんね、お前の。このちなみにお前の片身回収しようとしたんだけどさ、全然ダメだったわ。どういうことなんですか、ジローさん。黒笛ハボルグさんは随分とお前を買っていたんだな。そうだよ、俺黒笛になれるらしいっすよ。その期待を裏切るなよ。もう二郎さん超えしたらもうあれだからね、敬語で呼んでもらうから。敬語だよ敬語。なるほどね。あ、これが放送版だよ。実物で見ただけじゃよくわからなかったけど、実物はこうなってるんだね。お前いっそ言ったことあるだろ。ありがとう、勉強になったよ。終わったね。放送版だよ放送版。お前もない？大丈夫か？僕もタンクツこの。あ、ないようだね。よかったよかった。よっしゃ、今度こそ片身を取りに行かないとな。無理やり帰らされたからさ。どれだ？あ、これか。ああ、オルゴールだ。よくまだあったね。もうだいぶ前に依頼されたのを今やっと取りに来た感じだからね。よく残ったもんだよ。あ、取れ、いないんだけど。あれ、助けてやったやつがいない。どうした？ありがとう、もう見つけてきてくれたんだ。もうというかだいぶやっと見つけてきて。笛は伊達じゃないね。やっと見つけてくれたんだって感じだけどね。はい、確かに受け取ったよ。はい、よかったね。このゴミみたいな食べ物セットはいらないけどな。なんだあれ、これじゃない。お、嘘だろ。お願いしたのと同じ種類だけど少し違うみたいだ。はい、僕が探してる父さんの形見には小さな傷があるんだけど、これにはない。傷つけりゃいいじゃん。せっかく君に探してきてもらったのに別物だったなんて。ああ、それ残念でしたね。父さんの形見はどこに行っちゃったんだろう。ああ、もうそれでいいんじゃない。それだよ。そういえばあの時ベニクチナワの鳴き声を聞いたんだ。いいよ、食われたとか言うなよお前。あいつは異物をよく食べるみたいな。いいって。もしかしたらベニクチナワが食べちゃったんじゃないかな。もしかしたらでさ、ベニクチナワを討伐させるんじゃないよ。そうなると回収は難しいか。いや、倒せるけどさ。あ、君はこれで依頼完了で大丈夫だよ。ありがとう。うぜー、この。あとは僕が探掘に行くときに探してみるよ。はい、頑張ってくださいね。あれは僕にとってとても大切なものだから、はい、必ず見つけ出さなきゃダメなんだ。そうだね、君が見つけなきゃ意味ないからね。でもベニクチナワが食べたとしたら寝床のある深海山荘の可能性が。おめえ赤風だからってさ。僕が自分で深海山荘に行けるようになるまでまだまだ時間がかかりそうだけど。うん、そうだね。ひとまず
深海一層から探してみるよ。そうだね、ゆっくりゆっくりなりな。うわ、おせっかい、アキくん探しに行ってくれるの？おせっかいだよ、人がいい。本当かい？ありがとう。人が良すぎる。あ、でも大丈夫？ベニクチナワの寝床はガラスの層と呼ばれる区画にあるって噂だけど。あ、倒したことあるよ。ベニクチナワがいる可能性が高いし、本当にそこに父さんの形見があるとは限らないんだよ。その不確定要素でよ。具沢山室、ほぐし魚のおにぎり、揚げ孫芋。そうか、ありがとう。やっぱり君は頼りになるね。石灰中のお石灰じゃん。危険だと思うけど気をつけて行ってきて。まあしょうがねえな、ついでにやってやるよ。ていうかあいつどこ行ったよ。探検するときはさ、いや連れてってくれよみたいなこと言ってたくせに、あいつ勝手に一人で。例えば深海山荘にいたときに、なんか出待ちトラップみたいなのに食らったことあるけど、そいつこんな見た目してたんだね。これもう完全にキンタ。ようこそ。はいはい、どうも、香辛料ですよ。その包みはもしかしてラフィーさんのお店の香辛料ですか？そうですよ、届けに来ましたよ。配達お疲れ様でした。さあどうぞこちらへ。いや疲れましたよ本当に。ラフィーの特製手料理いらねえよ。皆さん、ラフィーさんのお店の香辛料が届きましたよ。届けましたよ。お、届いたのかの。香辛料じじい元気そうだな。待ってました。やっぱこれがないとダメだよね。おばさんの店みんな人気だな。急いで届けてもらって。急ピッチで届けましたよ。どうもね、この香辛料がないと料理がうまくならないんだよ。それも香辛料だけでいいんじゃないの。そうっすよね、大善さんなんかこの香辛料があるのとないので食う量が倍は変わるんすから。すごいっすね。まあそれだけこの香辛料は良きものというわけじゃの。もう飯がまずくてもこれかけりゃうまくなるんじゃない。そうですね、これで牛様も喜んでくれます。ご機嫌取り大変そうですね。配達ありがとうございました。いやいや、もう丸くちゃんとためならもういくらでも配達しますよ。囲まれている。大丈夫か、囲まれているぞ。配達。マルルクちゃんの依頼もあったな。そういえば、どれだっけ。あ、これか。深海山荘に潜った月笛のタンク塚を探そう。マルルクちゃんのね、依頼はいくらでもやりたいからね。多分無限では。俺はオーゼンさんのオーゼンさんとタイマンも張らなきゃいけないからな。ワンチャンなんかもうそろそろ勝てるんじゃないかな思った。ラフィーの特製手料理がクソ重てえのか。まあそんなことはあれだよな、なんかせめて最後にこの動画の最後になるまでにはオーゼンさんぶっ倒したいよね。あれなんか倒すとなんかあるでしょ。あれでないなんて言わせませんよ。もう重てえから捨てよ。あんたちょっと依頼出しすぎんのも。あ、何、いきなり謝られても。今ちょっと取り込んでるんで、またにしてもらえますか。じゃあさよなら。え、あ、ドロテア。そう、何かあったんですか。なんかドロテア見んの久しぶりすぎて涙出てきた。 あなたたちだったの。ドロテアも可愛いな。それが今ちょっと大変なことになっちゃってて。大変なこと。どうしたんですか。どうしたんすか。この間特注の香辛料を依頼されたんだけど、素材の発注ができていなくて揃ってないの。まさか集めるなんて言いませんよね。それで大慌てで素材を取り扱っているところに在庫がないか確認しているんだけど。どうせないんでしょ、知ってるよ。とても希少なものだから今在庫のある取引先がなくってどうしようかと考えていたのよ。いやもうどうしようもないよ。そうなんですか、それは大変なことになってますね。一言。ちなみにその足りない素材は何ですか。
まあ一応聞いとくか。この素材はオースでは栽培していないからアビスに取りに行くしかなくてね。持ってる持ってる、在庫があるよ、倉庫にあるよ。なんとかならない？ほんと月笛にばっか頼るね、あんた可愛いからいいけどさ。本当かい？持ってるよバリバリ。またあなたには世話をかけることになってしまうけど、今はあなたに頼るしか。ほんとしょうがねえな。この素材は確か深海四層に自生しているって聞いたことがあるわ。知ってるよ、持ってるよ、倉庫にあるよ。でも深海四層だなんて本当に大丈夫なのかい？一回行ったわ、行ったよ、帰ってきたんだから。さすがね、玉口にぶっ刺されて帰ってきたんだから。私はまだ赤笛だから行けないけど、ラフィーさんのために頑張って。まあしょうがねえな、もう特製手料理はいいよ。まったく人使いの荒い連中だな、どいつもこいつも。